写真拡大。ヤクルト広島、5日、神宮球場。広島の野村雄介投手が7回3安打1失点でマウンドを降りた。球数は120球だった。1-0の2回に宮本に右中間席へソロ本塁打を浴びたものの、その後は完璧な投球で燕打線を封じた。4から6回まで安打は0本。7回西から西田に左前敵地打を浴びた直後は代打川端を1ゴロに打ち取った。これが自身3試合目の登板。いずれもクオリティスタート。6回以上を投げ自責点3以下を達成したことになった。16年にヤクルト戦は8試合で5勝した。17年以降は3年連続でヤクルトから白星がない。登板前には自分のリズムに乗っていけるようにと意気込んでいた元ツバメキラーが先発としての仕事をしっかりと果たした。